チャールズ・クラウトハマー。チャールズ・クラウトハマーは、アメリカのコラムニスト、評論家、フォックスニュースにゲストコメンテーターとして、レギュラー出演している、ワシントン・ポスト、タイム、ウィークリー・スタンダード誌で、執筆活動をしている。日本では、統一協会の日刊誌、世界日報のコラム、ビューポイントの常連寄稿者の一人、フランス国籍を持つ、ユダヤ人として、ニューヨークで生まれた。 モントリオールで育ち、マギル大学に進学。1970年、政治学と経済学の学位を取得する。1970年から1971年に、かけて、オックスフォード大学のベディオールカレッジに留学する。その後アメリカに移り、ハーバードメディカルスクールに進学。しかし入学した1972年、事故により麻痺状態に陥ってしまう。リハビリをしながら、医学を学び、 1975年に医学博士号を取得。同時にマサチューセッツ総合病院の精神科医となる。1975年から1978年にかけて研修医として働く。この間に総病の一種を発見し、論文を発表した。1978年、病院を退職し、カーター政権で精神医学の研究を開始。このコロニューリパブリック誌に寄稿を始める。 1980年の大統領選挙では、ウォルター・モンデール・アメリカが衆国副大統領のスピーチライターを務めた。1981年、大統領選挙の敗北に伴って、ニューリーパブリック史で記者及び編集者としての職を得る。1983年にタイムに寄稿を始め、1987年にはワシントンポストで毎週コラムを執筆するようになる。 そこでの著作に対して、同年ピューリッツァー賞を受賞した2006年フィナンシャルタイムズによってアメリカで最も影響力を持つ評論家と称される。しかしリベラル派の評論家からはアメリカ最悪のジャーナリストの一人と批判を受けている。2018年6月21日に、象徴癌のため死去、68歳没。一般には保守主義者あるいは新保守主義者とされる。 しかし合法的な人工人娠中絶に賛成、死刑制度に対して反対、インテリジェントデザインに批判的、進化論に対して科学的に賛成、肝細胞研究を支持、そして環境保護のためのエネルギー税を推進するなど、リベラルな側面もある。冷戦、編集1980年代半ば、タイムにおいて、霊眼ドクトリンという言葉を使い、これは世界に進出する。 共産主義に対抗するアメリカの新しい外交政策とされ、ソ連のブレジネフドクトリンと比較される。また、アメリカ外交政策がソ連に対する封じ込めから巻き返しに変化したことを反映している。この政策はヘリテージ財団や他の保守主義者から強く支持され、レーガン政権の安全保障政策及び外交政策に取り入れられた。1986年2月17日に、 ニューパブリック誌に掲載された論文ザポバティ・オブリアリズムの中でアメリカの外交政策の目的はアメリカ自体の安全保障のみならず自由を拡大させることつまり民主国家を守り新興国の民主化を支援することであると述べているそして外交政策は普遍的な自由の拡大と慎重な行動を伴わなければならないと主張しアメリカの理想主義と 現実主義を結びつけることになった。この考えは、その後発展し、現在、民主的現実主義デモクラティックリアリズムと呼ばれている。ポスト冷戦、編集フォーリンアフェアーズで発表した、論文、ザウナポーラーモーメ,メントにおいて、一極構造、ニポラリティという用語を、ソ連の崩壊とともに現れた、世界構造を表すものであると評した。 1980年代の一般の意見としては、冷戦期の二極構造は、その後多極構造に移りアメリカは、日本、ヨーロッパ、中国と共に、多くの極の一つになるというものであった。しかし彼は、アメリカと二番手の国の国力の差があまりにも大きく、従って、アメリカを中心とした一極構造が現れると予想した。そして、 アメリカの派遣は30年から40年間の間必然的に存在するとした。派遣はアメリカに必要に応じて単独的に行動する能力と責任を与えると主張しているが90年代軍事力がどのように使われるべきか慎重になっている。アメリカの偉大さと称する介入政策を主張する新保守主義者とは一線を画し世界秩序を脅かす脅威が存在しない限りアメリカは 破隊国家の内戦に介入せず、迅速で介入を伴わない外交政策を採用すべきであるとしている。人道的介入には基本的に反対の姿勢をとっている。人道主義と戦略的必要性から1991年の湾岸戦争を支持したが、ウィリアム・クリストルと共にサダム・フセインの打倒を主張していた。バルカン半島の紛争に関してはそこに、 アメリカの重要な国益が存在しない限り、アメリカは介入すべきでないと主張した。アメリカ同時多発テロ以後、編集戦略上の必要性は、民主的な理想主義を制限することになると主張する。2004年の講演では、我々は、世界中の民主主義を支援するが、軍事的金銭的な介入をするのは、現実的な脅威が存在するなど、戦略上重要な地域のみである。と述べている。 アメリカ同時多発テロは介入を必要とする脅威の存在を明らかにした。2001年9月12日にはアルカイダがテロの首謀者という疑いが証明されればアメリカはアフガニスタンを攻撃する以外の選択肢は存在しない。と述べている。イラク戦争に関しては現実主義の立場から支持をしている。フセイン政権は国連の制裁を無視し大量破壊兵器を保有していることは 中東地域の脅威になっているとしている。また、現実主義の立場からイラクに民主制を立ち上げることは、独裁がはびこり、テロの温床となっている、中東地域の政治文化を変革する一歩になるとしている。ありがとうございます。